日本スパイ防止法がないんで今やっぱ戦争に負けちゃったんでそういう系の法律は全廃されてしまいましたので、うん、吉田大学の時に、はい、日本版 CIA 作ろうとしたんだけど、うん、そのスパイ防止法ができなくて、うん、結局できなかったんだよね、うん、それできないっていうのは反対する勢力がいるってこと。いや、まあ、当時は日本のサイド民なんかとんでもないみたいな世界の時代の話を、うん、それは引きずってるわけです。だから今回ウクライナ戦争で初めてみんなこれから新しい時代が来たって分かったんですよ、うん、つまり黒船が来た時には日本があの時にびっくりしたわけよね、うん、黒船6隻来たから1個で江戸城バーンとぶっ放すと終わりだからね、うんうん、あの時に核兵器来たみたいな感じなんだよね。その時にその後日本がアフリカのサバンナみたいな状態だってことが分かったわけ国際社会は、うん、だからハイエナとかライオンとかいっぱいいるって分かってそれでずっとやってきて戦争を負けてその後一切考えないことにしたから今またアフリカのサバンナになっちゃったっていうことだよね。これ例えば今の国会にスパイ法をちゃんと作ろうよって言った場合ってどういう勢力を反対するの。令和新選組今じゃないですか多分立憲民主党、令和新選組、共産党あたりは反対するのでまあ勢力的に言うとおそらくできると思います、まあ、どういう理由になるんですかね反対する。いや、まあ、旧来型の平和憲法と民主主義がそれが正しいっていう時代がずっとあったからね、うんうん、まあ、それが今終わってるっていうことについての自覚がないというか。なるほど。まあ、でもそれは一定層の支持はもちろん受けるんですけど、うんうん、まあ、成立するでしょう。だからあの平和関連法制三法制ですか、うん、あの菅さんの時に実は結構成立してるんですよ、うん、それはだからアメリカとその安保条約の中でアメリカが日本をある程度その日本が何か攻められたりとかそういう軍事的な脅威に直面した時にちゃんと守ってもらうための法整備、まあ要はスパイ防止法までではないんですけど、うん、もっと緩かったんで、うん、それをちゃんとしましょうねっていう法案を作ってそれを成立させてるんですよ。あ、まあ、安倍さんの時から菅さんの時まででやってるんですよね。それがまず一応布石にはなってると思うんですけど、うん、あのさ国家公務員法とかさあるわけよね、うん、それでスパイがもしスパイ的なことをやったとしても、うん、国家公務員法違反だけなんでそんな簡単なわけね。だから厳罰がないわけよ。だからスパイ防止法みたいに作らないとアメリカが情報をくれなかったりするわけよ。危なくて日本人の公務員に説明したら公務員が喋ったって大した罪にならないよっていう、うん、そういうことが今まであったんです、うん、実際ねロシア大使館とかにはそういうの専門の人がスパイがいてで日本人の買収したりとか公務員とか新聞記者とかそういうのを買収して情報がダダ漏れになってるみたいなことは実際に起きてるんですよ、うん、厳罰がないわけ。普通の国はさ極端に言えば死刑に近いところまで行っちゃう、うん、それやったらね、